亡くなったのは東京都日野市の中央大学4年生、五十嵐康太さん、21歳です。五十嵐さんは昨日、国内最大級の自転車レース、ツールド北海道に参加中、下りの右カーブで前を走っていた集団を追い越そうとして対向車線にはみ出し、走ってきた乗用車と正面衝突して搬送されました。主催者によりますと、乗用車が走行する対向車線については、警備員を配置するなどして、自転車の集団が走行する時間帯のみ交通規制を行っていたということです。また、選手らには事前に対向車線の車に注意するよう呼びかけていたということです。警察は安全管理体制に不備がなかったかも含め、詳しく調べています。